青春とは何だこれが青春だ。これが青春だ。は、1966年に公開された東宝及び宝塚映画製作所共同制作、夏木洋介主演の日本映画である。東宝が日本テレビで放送していたテレビドラマ、青春とは何だを映画化したもの。テレビドラマで監督デビューしていた、松森健の初映画監督作品。 青春学園シリーズとして続けて、でっかい太陽と、燃えろ。太陽が制作された。平映は、ゴジラエビラモスラなんかへの大決闘。なお、この映画の公開時にはテレビでは、リュウ・ライタ主演による、これが青春だが放映されており、しばしば、これが青春だの映画化作品と思われて、混同されてしまうが、内容的には全く別物である。 1965年10月から1年間、日本テレビ系列で放送され、大人気となった夏木洋介主演の青春とは何だをテレビ版のメインスタッフ、キャストによって映画化された青春学園映画。このテレビドラマは、もともと石原慎太郎原作で、1965年に石原雄二郎主演により、日活で映画化されていたものであった。よって、 映画化に際しては、テレビのメインライターであった、須崎克也によるテレビ版のオリジナルストーリーを土台に、やはりテレビ版を監督した、松森健によって撮られた。メインキャストもテレビ版の夏木陽介や藤山洋子の、他テレビでブレイクした生徒たちも出演した。なお映画版は、脚本監修、石原慎太郎となり、登場人物の役名も、主役の野村健介が、吉木慎介など、 映画独自なものに変えられている。主題歌は、布施明の歌うテレビ版、青春とは何だの、の若い明日と、貴様と俺がそのまま使われた。テレビ版、青春とは何だにおける、須崎勝也脚本の、第13話、危険な年輪、第14話、フェアプレイ、第25話、ドロンコ作戦などのエピソードが、随所に使われている。森山高校のロケは、兵庫県三田市で行われ、 劇中の森山高校は三田学園が使われた。東方ビデオから本作を収録した VHS ビデオが発売された。このビデオの説明文でもテレビ版のこれが青春だの劇場版であるかのような誤った記述がされていた。地方の森山高校に赴任してきた英語教師吉木真介はスポーツカーで学校のグラウンドに乗り付けて驚いて出てきた生徒たちに 不妊の挨拶をしてしまうという、型破りな男である。しかも校舎から顔を出している校長をはじめとする、同僚教師たちに次々とあだ名をつけてしまう始末。また劣等生揃いで、廃部寸前のラグビー部の部長を自ら名乗り出て、引き受ける。持ち前のバイタリティで鬱屈した雰囲気だった学校を、明るくさせていく姿に、同僚の女教師や、行為の女医 お寺の和尚といった人々も応援するのだった。そんな中で新助は、高木、柴田コンビが、隣町の大田高校の男子生徒の制服ボタンを99個、奪い取っていたことに対して、仕返しに来た大田高校番長、松本も言い含めて、ラグビーでの試合で解決させることにする。さらに無理やり、バーズ止めをさせられている。 大田高校女生と、かよもかくまうことになった新助は、教頭らの追求を受ける羽目になり、ラグビー部の試合を目前に窮地に陥るのだった。ありがとうございます。